セギサウルスはコエロフィシス上下に属する体長約1メートルの小型獣脚類恐竜の属の一つである。現在のところアメリカ・アリゾナ州のツギキャニオンにあるジュラキ前期の地層から発見された標本のみが知られており、属名はこの場所にちなんでいる。セギサウルスは現在のところこの地域で発掘されている唯一の恐竜である。 フクゲ元図セギサウルスは、ジュラ紀前期、約1億8300万年前に生息していた。大きさは大まかには、ガチョウ程度で、原始的な二足歩行の獣脚類であった。体長約1メートルに体腫が50センチメートルで、体重は4から7キログラムと推定されている。不肉食であった可能性もあるが、素早く、昆虫食であったようだ。柔軟で、 細長い首と細い体を持ち、鳥のような体格であった。あとは三本で、体の大きさに対して、長めの強靭な足を持っていた。足と同様に音前足も長かった。鎖骨は、蝶類のものに似ており、恐竜と蝶類が、類縁関係にあるとする説を強めるものとなっている。現在記載されている、唯一の標本でもある、ホロタイプ有心父32101は、アセイ体の、 標本であり、生態での大きさは分かっていない。不思議なことに、この時代の他の恐竜では発見されていない鎖骨が、セギサウルスでは発見されている。チャールズ・ルイス・キャンプは、腹木のような首肋骨が、飛びとカゲのような飛膜を支えることで機敏に動くことができたと推測している。鎖骨が初期重脚。セギサウルスは1936年に、チャールズ・ルイス・キャンプにより、 標本有神三32101に基づいて記載された。この標本は断片的な骨格であり、死の一部、骨盤、椎骨で構成され、頭部の化石は発見されていない。発見後半世紀はどちらかといえば注目されて来なかった。この期間に標本が調査され、標本を見たすべての人が、鎖骨の存在とこの恐竜の持つ中身の詰まった骨についてコメントした。 セギサウルスはよく知られたコエロフィッシュスに非常に近縁であるがコエロフィッシュスの骨が中空であるのに対しセギサウルスの骨は中空ではないこの結果セギサウルスが本当に重脚類であるかどうか疑問を持つ研究者もいた2005年に行われたセギサウルスのホロタイプの再調査では以前の報告に反して実際には中空の骨を持っていたことが明らかになった この研究でケリの裏は非常に得意な点があるものの、セギサウルスは確かにコエロフィシス浄化であり、おそらく特にプロコンプソグナトゥスに近縁であることを明らかにした。希少とは、ある生物をすべての他の生物から正確に識別するための解剖学的特徴である。希少となる特徴には固有派生形質も含まれるが、それがすべてではない。固有派生形質は生物に、 固有の解剖学的特徴である。ラウジュットによれば、以下の特徴により識別される1936年に、ホロタイプの骨格復元図セギサウルスの化石は1933年に、ナバホ族のマックス・リトリソルトにより、アリゾナ州、ココニノ郡のナバホ砂岩層のチェギキャニオンで発見された。標本は、石灰室の砂岩の中にあり、 ジュラキのプリンスバッキアンからとアルシアンに堆積したものである。リットリソルトは、渓谷で家畜の飼育を行っていて、化石を発見し、渓谷で調査を行っていた考古学者に化石を指示した。最初の発見以降、セギサウルスの化石は発見されていない。セギサウルスの標本の発見当時、キャンプは化石の発見された姿勢にためにこの姿勢を、卵を抱えた面取りと結びつけた。 他の住脚類では、眠る時や砂や火山灰の嵐から身を守る際に、この姿勢をとる。セギサウルスナホロタイプは、砂岩の層の中で発見され、この恐竜が砂の層に渦もれて死んでいたことが、示唆される。巣穴の材料は、標本と共には一切発見されておらず、これは仮説に過ぎない。ナバホ砂岩層の地質学的特徴からは、この属が、 現在の砂丘のような環境に生息していたことが、示唆される。ありがとうございます。